前衛への道、水のオープン3日目、25日、JFE 瀬戸内海ゴルフクラブ、岡山県、7461ヤードパー72。石川亮は3バーディ4ボギーの、73、で3日目をラウンド。50位体で最終日を迎える。10番からスタートすると12番でバーディを先行させた。 しかしそれ以降はパーを並べ18番でボギーを喫シスコアを伸ばせずにハーフターン。さらに後半は2番から3連続ボギーを叩いた。18番でティーショットを池に入れたり、その後もショットのミスが続いちゃって、連続ボギーになった、と振り返った。オーバーパーとなった要因にドライバーを上げる。ドライバー以外はそんなに悪くないです。アイアンとパッティングはいい感じです。言葉通り。 3日目のフェアウェイキープ率は21.429%の61位体に対し、パーオン率は66.667%の14位体とまずまずな結果。やはりドライバーが不安材料となっており、徐々に良くしていければなと思います、と焦らず修正していくつもりだ。優勝者、さらに3位の選手までに与えられる、全英オープンの出場権獲得は大きく遠のいたが、 じゅんっていうのは、もう少し先の話かなと思います、とこの結果を受け入れている。最後に、目の前の一打でやるべきことはいっぱいあるし、それがやっぱりできていない自分がまだまだいる、と締めた石川。苦しい3日間となったが、最終日はこれからのきっかけをつかむラウンドとしたい。文、斎藤啓介。